走しているマンタ、早川が突っ込もうとしている。最終コーナー、有吉が抑える、有吉が抑える。地元のエースに久々のファイナルが目前だ。先頭長いトップでゴール、2番手争い有吉。イエス、おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、正直初日の状態が悪かったので信じられない状態ですけど嬉しいです。そうですね、はい、クランクを2日目に戻してセッティングをちょっとやっていたんですけど、昨日終わって夜の時間帯でエンジンかけて弟子の中尾とちょっと相談しながら、まあ、結果的には弟子の言うことを聞いて、はい、信じていきました。そうですね、まあ、今エンジン作るのを勉強している途中だと思うんで、はい、その感覚を信じて、はい、そうですね、自分なりには、はい、いいスタートいったんですけど、まあ、さすが大輔だなっていう感じですね。そうですね、まあ、その思想ほどエンジン悪いって感じてなかったんで、もうちっちゃく走るよりはもう序盤、まあ、最後まで大きいコースで走ってやられる分には仕方ないと思って走ってましたね。まあ、VTR 見てたけしと清太郎がやり合ってたんで、まあ、その分ギリギリ最後助かったかなって感じですね。スーパースターも目標に今、毎年頑張ってるんですけど、まあ、その切符が手に入りそうなの、入るように、あと優勝できるように、あとちょっとだけタイヤとかセッティングを考えて頑張りたいと思います。